サバゲといえばやはりあのエアガンに注目が集まりがちだけど、一番大事なもの知ってる？それはアイウェア。私はもうディオールしかつけないんだけど、ちょっと聞いてみようかしら。エッジタクティカルアイウェアです。おお、アイウェア。日本語が50音アイウェアで始まるように、サバゲはアイウェアから始まりますよね。大事よ。はい、小泉さん、はい、何がすごいって曇らない。本当？あれ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 、曇ってない、曇ってない。サバゲにはこういうね、ちゃんとガスケットがついて、バックストラップがついたゴーグルが必要よね。必要です。これはどこのブラシ？あ、有名なあのブラシね。はい、王さんです。曇っちゃった。エッジの、はい、ゴーグルで行ってみましょう。はい、あれ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 、まさかの曇りなし。どうして曇らないんですか？コーティング？これ違います。コーティングじゃない、ベイパーシールドテクノロジー。従来のサングラス、うん、シューティンググラスはコーティングをしておりだよね、使っているうちに剥がれます。剥がれますね。しかしエッジは、うん、はい、樹脂の中に曇らない素材を、はい、浸透させております。浸透されてる。はい、じゃあもう素材自体は曇らない。そのとおりです。ファーストリンク、うん、エントリーモデルです。はい、シャープエッジ。こちら頭の形にフィットした細いテンプルが特徴のシューティングタイプのグラス。ブレードランナー、こちらはサングラスのようなスタイリッシュなデザイン。オーバーロード、こちらもシューティンググラスタイプですが、レンズの交換ができたり、メガネのインサートも別売りで販売しておりますので、いろいろなオプションに対応できるものとなっております。最後にブリザード、ゴーグルタイプですね。これにクリアとスモークのレンズ2種類、メガネのインサート、こちらもセットになります。ハメルというシリーズが来春春ですね、発売を予定しています。続々新しいタイプが発売されますので、皆様ぜひよろしくお願いします。オーディアン PX 秋葉原、勝利の栄光を君。